これなに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 猫。And now for something completely different. It's デブ院長の持ってないサックス。こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。竹蔵くんです。こんばんにー、お久しぶりにー。ということでね、まあここ1ヶ月ぐらいね、ガンプラばっかりやってて、ちょっと動画撮影をねサボっておりましたので、久しぶりにガンプラも完成しましたので、こうして通常運行に戻りつつあるといったところでありますけども、今回ね、お届けしました曲は、まあいつもそうなんですけども、知ってる人はすごくよく知ってるけど、知らない人は全然わかんないという類の曲ですね。こちらはですね、NHK の E テレをつけっぱなしにしてると、たまにね、やってるのを見にするね、15分アニメのね、主題歌ですね。不思議駄菓子屋銭天堂っていうね、アニメーションがあるんですけども、それの主題歌の奇想天外不思議をどうぞという曲をお届けしました。まあね、たまたま E テレをずっとつけっぱなしにしてたら、やってて主題歌が妙にかっこよかったので、ついついやってしまったといった感じです。これを
曲を歌っていますのが、野田恵美さんという方だそうですね。三重県出身のシンガーソングライターですね。まあその方が、まあ、自分で書いてで歌ってるということなんですけども、まあ三重県とかあと東海地方の FM なんかではよく歌われている方だそうです。まあちょっと不勉強ながら僕知らなかったんですけど、ちょっと YouTube で野田恵美さんのチャンネルがありましたね。見ましたら、まあもうひたすら大量に歌を歌ってますね。カバー曲ばっかりですけど、ほとんど大変今素敵な歌声だなということなんですけど、その方が歌われました主題歌がまた妙にジャジーでね、それもちょっと一昔前のスイング時代のジャズみたいな感じの歌い方ですね。上海版スキングとかね、なんかそんな感じのね、ジャズですごく楽しく演奏できたと思います。でこの不思議流しや銭天堂ってこのアニメ、まあ、原作の小説があるんですけども、じゃあ昨年のね子供が選ぶベスト書籍第1位に選ばれたっていうねことらしいですよ。小中学生の間では大変人気な作品のようです。主人公っていうのかな、このおばあちゃんですね、駄菓子屋のおばあちゃん紅子さんっていうんですけど、この人が経営する駄菓子屋がですね、まあ、不思議な駄菓子をたくさん売ってるわけです。で、なんか悩みを抱えてる人とか、ふと道に迷い込むと偶然この店に来て、で、まずそのおばあちゃんの言葉に乗せられて、不思議な駄菓子を買ってしまって、それを食べるとその不思議な魔力が働いて、それで、良かったり悪かったりとかいったようなことが起こるという、まあ、そういったようなお話ですけど、まあ、イメージ的にはですね、笑うセールスマンですね、もくろ福蔵が出てくる笑うセールスマンのダーク部分をちょっといい人にしたようなものに、ちょっとドラえもん要素を加えたようなお話かなというふうに、まあ、思います。去年の暮れ頃にはまた再放送してましたけど、ちょっと今またやってないみたいですが、まあ、そのうち定期的に再放送するんで、だらだらと E テレつけっぱなしにするとたまたま目にすることあると思いますけど、一度も見てください。今小学生とかには大人気らしいですからね。ということで、不思議駄菓子屋銭天堂のテーマ、奇想天外不思議をどうぞという曲を今回はお届けしました。でね、冒頭でちらっと言いましたけどもね、ここ1ヶ月ぐらいもうひたすらね、ちょっとガンプラ作りにうつつを抜かして、ちょっと動画撮影全然やってませんでしたけど、曲は何曲か吹いてね、録画はしてるんですけども、だいたい猫パートを撮るね、この時間的余裕がないというかね、まあ、こういう時間を使って、ガンプラに塗装したりしてたもんですから、まあ、お蔵入りしてる演奏にもちょっとずつこう編集して出していこうかなと思ってるわけですけども、まあね、冒頭にちょっとお話ししましたけどね、今年になって1ヶ月ぐらいも完全にちょっとガンプラ作りに没頭しておりましたけど、ついに完成しましたので、それがねの姉妹チャンネルであるデブ委員長のモテないガンプラっていうチャンネルありますが、そちらの方にその顛末はまとめて編集してアップしておりますので、まあ、そちらをご覧になっていただけたらなと思うんですけども、まあ、せっかくですけどこちらの方にでもね、ガンプラの作っているところをちょっと早送りでねお届けしておこうかなと思います。大変に、頑張ってやっておりました。かっこいいよ。
というわけでね、次回はまあちょっと一曲もね、ちょっと難しめのジャズを今練習してて、それがちょっとなかなかできそうにもないもんで、それが完成するまでの間に、まあ、何曲かちょっと取りだめしたやつをこうやって編集してまた出していって、時間を稼ぎつつ、難しめのジャズを練習してできるようになって発表しようかななんていうことを考えております。はい、ということで、本日はこれまでです。だけど久しぶりだから眠いな。あなたのこれは仕事ですよ。はい、ということで、本日はこれまでです。次回もまたお楽しみに。だけどお前ほんま眠そうやな。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。